どうも、くまふちです。ワードプレステーマシリーズ206回目。今回はですね、ニューヨークビジネスをこうやってみたいと思いますね。今ご覧になっているテーマなんですけども、このテーマですね、ページビルダーと言われるプラグインを使って作り上げていくテーマですよっていうことが書かれておりましてですね、それが、どのような形になるのか、実際にですね、インストールして、確かめてみたいなと思います。ね、まあこれね、できたてほやほやみたいな感じでね、こう表示されておりますのでですね、まだそんなにね、1日あたりのダウンロード数が進んでいるわけでもなくですね、どんな形に仕上がるのか、実際に見ていきたいと思います。で、ワードプレス用意しました。今、最新のワードプレス 5.3 です。ね、このバージョンよく、確認しておいてください。で、今現在、適用されているテーマは、2017になります。まあ、これアップデートなのでね、アップデートの場合は2020にならないんですね。ということで、早速外観から、テーマを追加したいと思います。今ね、WordPress.org のテーマが、5つこうやって入ってる状態です。で、今適用されているのが2017ということでですね、新規追加から、WordPress.org 以外のね、テーマを。で、ここにですね、最新とありますので、最新のところで見るとですね、ニューヨークビジネスが出てくるんじゃないかなと。はい、ここにニューヨークビジネス出てきました。まあ結構ね、こうやって見ていくとね、こういう以前にやったテーマとかが出てくるんですけどもね。これを、インストールしていきたいと思います。インストール終わりますとですね、有効化というボタンに変わりますので、有効化するとテーマが使えるような状態になります。はい、するとですね、早速ですね、インストールプラグインをこう入れてくださいということでですね。4つですね。これを全部こういう風な形で。まあ4つともね、よくあるプラグインなので、インストールしても、まあ、まず問題は出ないでしょうということで。インストールが終わるとね、ここからもう一度戻ります。すると今度はね、全選択して、
有効化する必要があるので、アクティベートを選択して、適用ボタンをクリックします。で、さっきからこれがずっと出てるんですけどもね、評価を入れてくださいということでね、出てるんですが、まあ、そういうのはちょっとうざいので、まあ正直塩対応なんですよね。まあこれ dismiss っていうところをね、クリックすると、もう出てこないのかな。これ毎回出るんだったらうざいけどなっていうのが本音でですね。で、まあこのエレメンターのね、インストール直後にこう表示されるのもちょっとうざいなと思ってるぐらいなので、まあこれでね、無事プラグインを有効化して、ニューヨークビジネスが、テーマのインストールして有効化が終わった状態です。で、まあ必須プラグインも、全部こう登録が終わってですね。ちょっと上にね、こういうのがたくさん出てくるとうざいので、dismiss をクリックしたりしてですね、一旦全部消します。で、まあ、今入れたコンタクトフォームセブンやエレメンターとかね、そういったものがちゃんと入っているのを確認したらですね、ここにワンクリックチャイルドテーマとあります。で、これ、固定マンを簡単に作成するためのプラグインなんですけども、まあ、入手方法とか使い方に関してはですね、YouTube 動画詳細の中にリンクを入れさせていただいております。で、使い方に関しては動画のリンクを貼っております。そちらをね、ご確認いただいてですね、インストールしていただければと思います。で、ちゃんと、インストールされておりますと、背景の下にこうやってチャイルドテーマという風に、表示されているかと思いますので、こちらをクリックします。はい。クリックしますとこういう画面になってね、テーマの名前とディスクリプションなので説明ですね。で、まあもうこれ長いのでね、スペル間違うと。面倒なので、コピペで、これにチャイルドとつけるだけなんですよね。で、こちらは、の、固定マと。まあ、誰が見てもね、ニューヨークビジネスの固定マなんですねっていうのがわかるようにだけしといて、で、オーナーの部分は自動取得になりますので、確認だけです。はい。ここが WordPress ID になっている方はね、使い方動画の方を、しっかり、確認されてください。で、あとはもうこのボタンをクリックするだけなので、まあ、これぐらいだったら初心者の方も、問題なくやっていただけるだろう、というところですね。で、なぜ、固定マをね、先に作っちゃうかっていうとね、親テーマからカスタマイズしていたものをですね、最後に固定マ入れると、設定が 100% 引き継がれないことがあります。で、引き継がれない場合はもう一度同じ設定をすることになるんですね。で、それが二度手間になるということで、二度手間を減らすためにですね、固定マを先に作って、固定マを基準にしてカスタマイズしていきます。はい。
で、こちらのメニューに沿ってね、順番に、カスタマイズしていくんですけども、まずこの Go プレミアムバージョン。ね。これは無視します。はい。要は、アップデートして、有料のやつ使ってくださいってことなだけなので。で、次に、テーマオプションズですね。ここで、ヘッダーのセッティングとかですね。まあ、これ別に、これじゃない。電話番号を入れるところだったりしますけど、こんな感じでね、フリーダイヤルある方は、フリーダイヤル入れていただいてもいいと思うんですよね。で、アドレスは、まあ、住所なんですけども、こういう形で。で、まあ、海外の場合はね、イメールを簡単にこうやって表示するんだけど、まあ、それによってね、スパムメールがたくさん来るっていうこともあるかもわかんないですけどね、こんな感じで表示されていてはいかがでしょうかということでですね、このような表示になってきます。で、このワークアワーっていうのはですね、あくまでも、就業時間ってことなんですよね。こんな感じで表示してですね。マイアカウントのリンクはどんな感じになりますかということでね。まあ、アドレスの方はね、こうやって確認しておいてください。で、これで、一旦公開ボタンを押しておきます。で、ここに出てるソーシャルですね。まあ、ソーシャル、これ、リンクをそのまま入れていくだけなんですけども、私はスカイプは公開しませんので、表示を消しておきます。で、まあ、こういったのをですね、こうやって、アドレスをまとめておくと結構簡単ですね。コピペだけで終わりますのでね。あと、ピンタレストですね。まあ、これ、今ね、このメニューが表示されているので、こちら側のプレビュー画面がタブレットサイズになってるんですけども、まあ、タブレットだとこういう風にして表示されますよということですね。で、ホームフューチャースライダー。ね。スライダーエフェクト、スライド。ね。見た感じですね。まあ。高さがね、マックス450ですよということで。
こんな感じでね、表示されるようになります。で、一旦これをまた公開というふうな形にしておきます。で、フォントの設定ですね。フォントファミリーをここで選ぶってことですね。で、フッターのカスタマイズ。ここはですね、テキストをどういうふうにするかなんですけども、まあ、自社名をこうやって、入れておくっていうのも一つの方法ですね。で、まあ、カスタマイズしたときにね、こうやってスクロールして、一旦確認しておいてくださいね。こういう感じでですね。はい。で、フッターにもね、こうやって表示されてますのでね。で、あとは、サイト基本情報。ね、ここでロゴを選択するんですけども、200×200 っていうふうに出てるんですけども、まあ、200×200 に合うものはないので、ちょっと小さいサイズなんですけど、これを入れたらどうなりますかっていうことでね。まあ、切り抜かずに表示するっていう方法があるので、まあ、サイズがね、いつもまちまちなんですけども、で、タイトルとキャッチフレーズはもうちゃんとつけてる場合はもう触りません。で、これ非表示のチェックがないんだね。珍しいな。で、一番下のサイトアイコンはですね、テーマ、どのテーマになってもね、同じサイズ、ロゴと違うところは、ここが決定的に違います。どのテーマでも同じサイズです。512ピクセル以上の正方形の画像を使ってくださいということでね。まあその中でもピング画像が一番適してるだろうということで、私の場合は512ピクセルの正方形にしております。まあファイルサイズも一番抑えられるはずなのでですね。これで公開というふうにさせていただいてですね。まあこれがサイト基本情報ということで。で、色は背景色だけなので、まあ白だったらもうそのまま次行きます。で、ヘッダー画像ですね。この部分です。まあこれもそのまま、変えません。1600ピクセルの画像を使うと最もうまくいきますとこう書かれております。まあ、たぶんね、テーマファイル見るとね、テーマファイルの中に、この画像があるので、まあ、それを、サイズ測ればね、一番適してるのこの画像のはずなので、まあ、この、あとは高さがね、何ピクセルあるのか、まあ、その辺ぐらいのもんですね。で、背景飛ばします。メニューも飛ばします。ウィジェットも飛ばします。あと、レイアウトですね。で、まあ、ここはライトサイドバー。ね。エナブルボックスレイアウトモード。ね。ワンカラム、シングルポストレイアウト。ね。エナブルボックスレイアウトにちょっと変更してみようかなと思ってます。まあよくね、俗にグリッドレイアウトとかっていう言い方もしたりしますけどね。で、ウーコマスはですね、まあ、ストアノーティスとかですね、設定するところが結構多々あります。
プロダクトカタログはここの部分ですよとかね。ウコマスはウコマスでね、また別に設定しなきゃいけないところあるので、設定は、別動画でさせていただくようにします。で、あと追加スタイルシートですね。で、まあ、今現在のね、状態がね、この状態からどう変わりましたかっていう部分をちょっとまず確認したいと思います。はい。すると、こういう状態になりました。まあ、こんな感じで表示されてですね。いろいろ、まあ、あるとは思うんですけども。まあ、こうやって、シングルページをまず一つ上げてみるとですね。ここには、熊八ラボというふうに表示されてるんですよね。で、こういったところを非表示にしておかないと、ワードプレス ID が丸見えになっちゃうので、困ったことになります。まあ、そういったところを含めてね、もう一度、ちょっとチェックが必要かなっていう感じですね。はい。ではですね、この、投稿者名を非表示にしようと思います。で、こちらですね、このように、記述していきます。またこれ、サイトでもね、コピペできるものをこう表示しようと思ってますので、まあ、これで、公開というふうにしていただければですね、こちらで、更新していただくと消えます。はい。これで非表示になりますのでね、まあ、簡単には、ワードプレス ID がわからないだろうということでですね。まあ、関連記事はほとんど何もないので、これで、まあ、大体カスタマイザーの中で、カスタマイズできるものはほとんど終わりですよということでね。まあ、これでホーム戻っていただいて。まあ、こちらがホームになっていきます。ちょっとなんか重たいね。まあ、こんな感じでね、トップページも表示されております。で、まあ、この辺がね、どういう風になっていくのか、ちょっとチェックしていきたいなと思ってるんですが、まあその辺はね、一旦これカスタマイザー閉じていただいて、ウィジェットじゃないかなということでね、まあ蓋もね、1,2,3,4と4つあるんですよね。で、ホームブログっていうところもね、まあ、どんなことが入れられるのかなっていうところでですね、まあ、カートとか、こういったものをこう、選べるようになってるっていうことと、ちょくちょく、こうやって、ウィジェットが入ってますよね。で、これの代わりに、これを入れて、まあ、まず、サイドバーとかがね、どういうふうになってるかっていうのをね、確認してみたいかなと思ってるんですが、まあ、最近の投稿こういう風な感じだったんですけど、
まあ、こんな感じでね、リンクされてないので、まあ、熊八ラボが出て、出てもいいかなっていうところですね。こんな感じで、まあ、アイキャッチ画像をこう横に表示してくれるっていうことはですね、非常にありがたいな。ね。で、まあ、こういう風な、ね、表示になるんだったら開業すればいいのになと思ったりするんですけども、まあ、その辺がね、どうなのかっていうところもあったり、まあ、ちょっとカスタマイズしたいところの一つにはなりますよね。はい。で、カテゴリーもですね、まあ、こうやって階層にすると、もうちょっとかっこいいのかなと思ったりですね。まあ、こんな感じでですね、フォルダのマークが前についてるっていう状態でね、このように表示されるようになってきます。あとちょこちょこね、カスタマイズしたいところはいっぱいあるんですけども、まあ、テーマの設定としてはね、ここぐらいまでで、あとはもう、蓋をどういうふうに、やっていくのか。ね。こういう感じでね。Facebook とか、Twitter のタイムラインを、こうやって追加していっときます。まあ、この辺ね、設定の仕方にもね、慣れとかないとですね。まあ、こんな感じで、こう、設定したらですね、どのように表示されますか、ということで。まあ、こんな感じでね、表示されるようになっていきます。
まあ、ただこれはまあビジネスとしてはまあこのね、カートがあるのでそうなのかもわかんないですけども、まあ基本的にはこれブログって感じかなっていうところが、結構あったりしますね。ね、まあ、ブログも多ければ表示数をちょっと減らしていただいてもいいのかなって思ったりもします。で、あとはね、ウーコマースを、どこまでどのように、使っていくのかという部分に、ポイントを移していく必要があります。まずはですね、このテーマの設定は、ここぐらいまでは、なんとかやっちゃいましょうっていうことですね。ということでね、まあビジネステーマ、ショップに、こう、合うテーマとしてですね、今回このニューヨークビジネスを、設定してみましたけども、いかがだったでしょうか。またコメントの方にね、いろいろ感想を書き込んでいただければと思います。ということでね、206回目、ニューヨークビジネスをお伝えさせていただきました。また次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。ズームサポート、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。ワードプレスの最新情報がわかる LINE アット、友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。